皆さんこんにちは。今日はコスメの購入品を紹介していきたいと思います。はい、もうお気づきの方もいると思いますが、髪の毛を切りました。そして毛先をね、ちょっといつもより明るくしました。白っぽい感じにしたんですけど、本当はこれに薄いピンクを入れようと思ってます。でもね、これもなんか綺麗だったので、とりあえずこれで少し過ごしてからピンクを入れようかなと思ってます。まあ、夏なんで毛先を明るくしちゃおうかなと思って白っぽくしました。今までも毛先を明るくはしたんですけど、ここまでは色を抜いてなかったので、新しいチャレンジということでやってみましたまあちょっとこんな感じになったので、メイクも濃くしていこうかなと思います。で、今日もアイシャドウはね、マット系しか使ってないんですよ。最近ちょっとこのくすみブラウン系にハマってます。はい、じゃあちょっとね、前置きが長くなっちゃったんですけど、今回の購入品を紹介していきたいと思います。ちょっとマスカラをね、2つ買ってみました。で、これはなんかネットで見てめちゃくちゃお得だったし、ちょっとマスカラも使ってみたかったので買いました。こちら、ヒロインメイクの限定リムーバーセット。私がいつも使ってるリムーバーがこちらなんですけど、それにヒロインメイクのマスカラがついてる限定のセットです。で、これで1200円なんですよ。めっちゃ安くないですか？リムーバーが800円ぐらいなので、もうなんか400円ぐらいでマスカラがついてくるっていう感じで、めちゃくちゃいいと思って買ってみました。で、このマスカラもね、2種類あって、私はボリュームカールタイプにしてるんですけど、ロングタイプだったかな、それもありました。その2種類だけセットになってます。ボリューム&カールマスカラのスーパーウォータープルーフの01番漆黒ブラックのマスカラがついてます。で、こっちのリムーバーにマスカラがついてるのかなと思ってたんですけど、このマスカラにリムーバーがついてるみたいで、リムーバーがね、お試しサイズらしくて、容量が 4mm 入ってるそうです。これ原品とね、同じサイズなんですけど、中が 4mm、 ちょっと少ないんですよ。これがね、原品なんですけど、同じ大きさで、こっちは 6.6 ミリ入ってます。まあ、でも半分以上入ってるので、すごいお得ですよね。で、まだこっちはあるんですけど、どっちにしろこれがなくなったらこれを買うので、めちゃくちゃお得だと思って買ってみました。すごい使うの楽しみ。7月の頭ぐらいに出てる商品なので、まだまだ売ってるので、気になる方はぜひお店に見に行ってみてください。はい、次こちら、ロレアルパリのフォクシエルコルセットの01番ブラック。これ前回マスカラ買うときにすっごい迷ってたやつなんですけど、やっぱり欲しいなと思って今回買ってきました。これ日本人の目の形に合うように作られたりとか、日本初のマスカラらしいんですよ。だからね、ちょっと私の固いまつげにもいいかなと思って買ってきました。あの、お店の試供品をね、こうやってやってみたんですけど、結構いいなと思いました。すごくね、つけやすかったんですよ。ちょっと開けてみます。形はこんな感じ、ごつい感じです。だけどブラシはね、結構細いんですよ。こんな感じでちょっとアーチっぽい形で細いブラシなんですよね。私こういうブラシがすごい好きで、なるべくこういうのを選ぶようにしてるんですけど、めちゃくちゃやりやすかったです。で、これもね、ウォータープルーフなんですけど、これはお湯でオフできるそうです。試した時がすごい良かったので、これも使うの楽しみです。すごい期待できる感じで、次は資生堂のアイラッシュカーラーの替え用のゴム。私はね、いつもこれを使ってます。私は資生堂のビューラーではなく、マキアージュのビューラーを使ってるんですけど、資生堂のこのゴムで大丈夫だっていうことなので、これをいつも使ってます。なんかそろそろちょっとまつげ上がりにくくなってきてるので、替えのゴムを買ってみました。で、次はこちら、ちょっと開けてなかったんですけど、これね、すごい気に入ったので買ってきちゃいました。これは買う予定なかったんですけど、はい、こちらフィジシャンズフォーミュラのベルベットリキッドリップスティックの04番、ローズオブローズ。はい、これね、ニューって書いてあって、めちゃくちゃ可愛い色だったので買ってきたんですけど、どうやらね、春のコレクションらしいです。で、こういう系の色のピンクっぽい、ローズっぽい、ベージュっぽい色、5色あったんですけど、私が一番欲しいなと思ってたのは2番で、2番つけたら、あ、多分これ私いっぱい持ってるなっていう色だったので、今回はこれはやめて、こっちの可愛いけど大人っぽい色にしてみました。こういうローズっぽいベルベットなマットリップ、あんまり持ってなかったので、これにしました。こんな感じです。はい、こんな感じです。やっぱりちょっとローズっぽい感じのピンクですよね。で、これ結構暗く見えると思うんですけど、のせるとね、結構明るくて可愛らしい印象になります。ちょっと今オレンジリップつけてるんですけど、つけてみようかな。
はい、こんな感じです。割と明るくなりますよね。大人っぽいんだけど可愛らしい感じの色です。これはね、しっかりマットになります。今塗りたてなのでちょっとツヤっとしてますけど、しっかりもうちょっと乾くというかマットな感じになるので、そういうのが苦手な方は先にリップクリームを塗ったりとかした方がいいのかなと思います。こういう系のねリップそんなにたくさん持ってないというか、あんまり持ってないので今回試しに買ってみました。でこのチップもねすごい塗りやすくてこんな感じになってます。柔らかくてねすごい塗りやすいです。この5色本当にすごい私が好きそうな色ばっかりなので、もうちょっと使ってみて気に入ったら買うかもしれないです。で意外とね私これ初フィジシャンズフォーミュラなんですよ。めっちゃ言いにくい。でもうちょっとね試したいものとかもあるんですけど、日本の店頭にあるのってすごい少ないので、アイハーブとか見て買ってみようかなと思ってます。はい、次最後こちらパックを4種類買ってきました。これ全部オルフェスなんですけど、こっちの緑がブリリアントハーブアクアモイスチャーシートマスク、敏感肌用のシートマスクです。こっちの青がクリスタルモイスチャーアクアモイスチャーシートマスク、透明感に効くシートマスクです。で最後真ん中の黒いものがピュアブラックアクアモイスチャーシートマスクで、透明感や毛穴に効くシートパックです。でこれ私ロフトで買ったんですけど、この敏感肌用のマスク、これがねあんまり売ってなくて、違う、東急ハンズで買ってきたんですけど、なかなかねオルフェスが置いててもこの緑のやつが売ってないんですよ。東急ハンズのちょっと大きいところかロフトのちょっと大きいところに行かないとない気がします。もし他のところで売ってたら教えてください。でこの敏感肌用のマスクがめちゃくちゃお気に入りなので、これを一応2つ買ってきて、あとね最近日焼けをしたので透明感に効くようなマスクを買ってきました。一応透明感のやつと毛穴にも効くやつがあるので、その2つを買ってきました。本当はねマスクはマスクで違う動画にしようと思ったのであんまり詳しくは言いたくないんですけど、これがすごい気に入ってるのでこれをね買ってきました。はい、今回は以上になります。ちょっとね少なめだったし、ちょっとマスカラも多めだったんですけど、こんな感じで買ってきました。でこのマスカラとかに関してはメイク動画とかで使っていこうかなと思ってます。気になるものがあったらぜひ見に行ってみてください。はい、今日も最後まで見ていただきありがとうございました。こちらの動画が面白かったと思ったらぜひいいねとチャンネル登録はこちらからお願いします。それでは次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。